おはようございます。台湾2日目の朝です。今7時ぐらいなんかこのホテル朝食ついてるらしいんで、とりあえず朝食会場行って朝食食べたいなと思います。グルテン？わかんねえ。とりあえずちょっとずつ食べたい。大丈夫。はい、ご飯食べてきました。ね、食事会場結構広かったけど、食べてる人5人ぐらいかな。料理に関してはほぼほぼわかんなくて、ちゃんとわかるのが小籠包ぐらいだったんで、小籠包とあとはちょっとずつ取って食べたんですけど、普通に美味しかったですね。日本人でも水素ライスでした。はい、ちょっとホテルへ行きました。まだね、時間あるんで、で、なんか近くに港みたいな観光名所があるっぽいんで、そっちの方行きたいなと思います。電車で4駅、5、6分かなくらい行ったんで、まあ相当遠くないんで、ちょっとそっちまで行ってみたいなと思います。いい、着きました。西公園駅っていうところですね。西公園ってところ来て降りたら、目的の場所じゃないんですけど、なんか電車鉄泊みたいな感じで、電車飾ってんのかな、これわかんないけど、見てみたいなと思います。寒い、ね、海がね近いんで寒いです。ここ普通に長袖とパーカーで、下も長ズボンなんですけど、ちょっと寒いです。あれかな、使わなくなった車両ここ置いてんのかな。広いけど置いてある電車こんだけかな。ちょっとここが何なのかわかんないですけど、多分観光地っぽいような気がする。台湾鉄道か、やっぱり鉄泊みたいなもんなんですかね。ここにもね、線路が引いてあって、まあ、まだ朝のね、8時過ぎなんで人全然いないですけど、まあ鉄泊みたいなもんなんですかね。特に入り口とかはなかったんですけど、こんな感じで浜瀬ミュージアム・オブ・台湾レールウェイ、多分鉄泊です。はい、じゃあチェックアウトまで1時間あるんですけど、ちょっと予定あるんでチェックアウトします。チェックアウトお願いしていいですか。お願いします。はい、さあ先生、あ、先生、
I want Tai Chi. Okay. After day. 55 to Taichung Station. Okay, 谢谢。こんな感じで、チケットじゃないけど、大体英語でできるんで、チケットとか。ホテル、スタバとかも英語が通じるんで、英語でなんか一人でも行けるって感じですね。新幹線を変えたんで、台中まで向かい行って、台中で、友達合流したいと思います。このチケット、3日間乗り放題のやつなんですけど、これが解説だからですね。チケットを通すんじゃなくて、駅員さんに見せてから乗れる、まあ見せるだけ、そのパスポートの人にこれ乗れるって感じです。いや、去年気分良かったよ、俺も。優勝して優勝してんじゃん。WBC 優勝して。お疲れ様です。お疲れ様です。合流しましたね。合流長旅お疲れ様でした。いや、本当に。ピーチコーク狭い。狭い。あ、狭い。だから俺ピーチ乗りたくない。とりあえず、新原ガンガン行こうぜ。腹減った腹。お前の、調べようとしてねえのか。取れないんだよ。クローズか。いや、やってるじゃん。やってる？でも下一人いるんだよ。おお。ジューシーだ。はい、ニハオ。うわ、すげえ。ニハオ。待って、チアのタオルある。あいつある。あいつある。これ。あれじゃない？あれ、アジシャンで来てた2個だよ。ほら。あ、タンクだ。ん？サミチュンチュン。キャップの汁多いね。タオル。あ、カード売ってる、カード選手のカードがない。これ何年チームのチームのか。うん、いくら。紅白のカードないよね。あれ、92番のタオルがない。番号大きいし。学徒か、うん、学徒か。待って、チェーン住所あるじゃん。マジか。お、ゆる、シュウ元ひらんぞ。シュウすげえ。
綺麗だな。はい、あっから台中国際野球場行って、台中駅持ってきて、これから台北移動するんですけど、今19時前で、19時台の新幹線全部指定席埋まってるっぽいんで、もう自由席でみんなで台北の方に行きたいです。で、台北行ってホテル行ってご飯食って食った目終わりですかね。いやあっという間ですね、一日が。で、結構疲れたんで台北まで新幹線で行きたいと思います。台北ってやっぱ人多いね。多いっすね。大阪のさ、難波みたいな。あとりあえず上出て、ウーバーしよう。